的に春と秋に咲くっていうじゃないですか。このままで秋咲くんですかね。言われてみれば確かにね。剪定とか植え替えってした方がいいんですかね。皆さんよく気がつきました。秋バラを咲かせるポイントはここですよ。ここ？まずは屋上菜園通信。先月種をまいた秋どれ野菜が急成長。ぐんぐん伸びたな。ズッキーニやキュウリなどは間引きをして1本に。ほうれん草も順調ですよ。みんな、かぼちゃが大きくなってるよ。ほんとだ、プランターでここまで育つとは。じゃあ行っちゃいます。行きますよ。どう思った感じ？あ、軽い、意外と。ソラはこう言ってましたが、収穫して切ってみると実がぎっしり詰まってました。このかぼちゃ、家で焼いて食べました。ちょっと焦げてない？まあまあ、ホクホクして美味しかったです。国分さん、バラの話なんですけど、ここで咲かせるって言ってましたけど、どういうことですか？春のバラは自然が咲かせ、秋のバラは腕で咲かせるんです。名言出た。ということは剪定していきましょう。秋バラに向けた剪定は気温が下がり始める今の時期がおすすめ。2月に剪定した時は根元の近くでも良かったけど、今回ですね、それをするとバラが弱る恐れがあるんですよ。あらら。なので基本的には今ある高さの3分の1ぐらいを切る。新しい芽が出るのは葉の付け根付近。枝の広がりをイメージしてカットしましょう。え、つぼみがついているこの枝も？新芽に養分を蓄えさせるため、もったいないけど切り落として OK。 さらに、混み合った部分をすっきりさせて、黄色くなった葉も取り除いていけば。風通しを良くして、なるべく病気の発生を防ぐというのがやっぱり秋バラのメンテナンスのポイントになると思いますので。バラは肥料を多く必要とするため、市販のバラ専用の肥料も上手に使いましょう。あれ、国分さん、すごい咲いてる、バラ持ってる。実はバラの品種の中で年中こうしてたくさん綺麗な花を咲かせる品種もあるんですよ。綺麗ですね。こちらブルーブルームという品種になっております。じゃあもうこれも植えちゃいますか。バラの世界は奥が深い。次回、秋どれ野菜を収穫です。